はい、たまにやってくるつまらない動画シリーズのやつですね。家飲みするやつと言っても、まあ今話題のやつですね。あのガッパーとここが外れるやつですね。これこの前のキャンプの前にね、コンビニ先行発売やったから、探しとったんですけど、まあ結局ね、もうスーパーで買うことができたんで、まあ、ちょっと飲んでみたいと思います。ちなみにね、冷やした方がうまいんかもしれんけど、冷やしたら泡がなんか少なくなるとかいう話もあったし、まあちょっとね、表面ね冷たいんじゃないね。常温でいってみましょう。生ビール感ね、楽しみます。よし、これ開けます。うわ、あやべ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 、これ、うわ、動画としちゃあれやけど、わあ、俺のお気に入りの板が、わやじゃわやじゃ、これやばいね、やばいね。やっぱ冷やさんとダメなんかな、こうなるんかな。今度冷やしたのも飲んでレビューしてみます。こういう状況です。うわ、もうタオルとかでね、吸水したらね、もうタオルが臭くなるしね、ビールで。キッチンペーパーで行くんやけど、これもう絶対臭いじゃん、これこの後ね。もうはっきり言って、これもうレビュー動画でも何でもなくてから泡吹き出しただけの動画になってしまうけど、あげます。ガンガン匂いに反応して赤くなってますね。ビールの匂いに反応してるんでしょうか。飲んでみます。あ、確かにね、カパカパカパカーやんなくてゴクゴクっていけるけ、一気にいけるけ、ええんすね。ええんすけど、やっぱもうちょっと冷やした方がいいね。いいですね。あ、書いちゃるじゃんね。飲み頃温度は4度から8度です。高い、泡多めだけど、もう8度超えとったんかもな。12度以上は吹きこぼれ注意、タイトルじゃん。泡をもっと楽しみたいと思えば、缶を手で包むと泡が出やすくなります。あったかくなるけね。なるほど、今後気をつけます。ギンギンに、ギンギンまでいかんけど4度5度この辺りやろうね。ちょっとそんな感じで今度はやってみます。はい、また今度ね、キャンプに持ってって冷えたものをキャンプでレビューしてみたいと思います。またね、つまらない動画あげちゃいましたけど、まあ一応ね、このあふれるところがちょっと絵になってよかったんじゃないかなと思って、あとね、 iPhone 割れてるんで、ちょっとドコモの保証で1万ぐらいで治るって聞いたんで、新しいのが来るって聞いたんでね、まあ、編集もそれで足が遠のいとった、いやじゃないね、上げるのがあれガチになっとったっすけど、まあ、ちょっとね、一応今日のレビューはここまでにします。ご視聴ありがとうございました。山口県周辺のグルメ情報やキャンプ動画なんかを上げていってます。ぜひ
チャンネル登録していただければ嬉しいです。 Twitter、Instagram、Facebook 等々もやっておりますので、 SNS の方もフォローしていただきますと嬉しいです。ではまた次回の動画も楽しみにしてください。よろしくお願いします。